天気予報です。西日本と東日本は太平洋側を中心に激しい雨に注意してください。東北も所々で雨が降りそうです。北海道は断続的に雨で雨の量が多くなるでしょう。週間予報です。台風10号の影響で九州では明日の夜から金曜日にかけて大荒れとなりそうです。台風の動きが遅いため、西日本では週末にかけて雨や風の強い状態が続く恐れがあります。天気予報でした。